スナムは、イタリア・ミラノ近郊のサンド・ナウト・ミラネーゼに本拠を置き、天然ガスの輸送や貯蔵を行う、株式会社。イタリア証券取引所上場企業。1941年10月、石油会社のアジップから分離する形で、ソチェがツヨナレメタノドッチの名称で設立された。1955年、プラント建設を行う、グループ会社として、 ザナム・マンタギーが設立され、同社は1957年にサイペムとして分離、独立した。1960年代以降、イタリア国内の天然ガスパイプライン建設が進められる中、天然ガスパイプライン事業を事実上独占して行ってきたが、2001年6月、欧州連合のガス事業自由化政策の実施に伴い、天然ガス関連以外の事業を分離の上、 社名をザナムレテガスに変更。同年12月イタリア証券取引所に上場。2012年1月、現在の社名に変更した。2009年2月、天然ガス貯蔵会社のストジェット SPA と天然ガス販売会社のイタルガスをエニから買収するが、イタルガスは2016年6月に分離、独立した。 現在のスナムの事業は、主に以下3つの部門に分かれている。欧州連合のガス事業自由化以降、イタリア国外の欧州天然ガス事業にも、進出しており、2013年7月、フランス南部の天然ガス輸送事業者のトランスポートイ、インファレストラクチャーズギャズフランスを、毎週、2014年3月、オーストリアの天然ガス輸送事業者のトランスオーストリアガスレータン、 GMBH の買収を発表し、いずれも参加企業としている。長年エニがスナムの大株主となっていたが、2012年10月に同社が株式を売却して以降、スナムの株式の約3割は、イタリア政府の政策投資銀行であるカッサデ・ポシチ・イ・プレスティティと中国の国家電網のジョイント事業である CDP レチ・ SPA が保有している。 ありがとうございます。